ヘンリー・フランクリンベル・ナップ・ギルバートは、アメリカ合衆国の作曲家、民謡収集家。20世紀初頭のアフリカ系アメリカ人の民族音楽に関心を寄せた人物として、なお残しており、シンフォニック・ジャズの早すぎた先駆者と位置づけられることも、ある。マサチューセッツ州、ソマビルに生まれ、ニューイングランド音楽院に在籍して、エドワード・マクダウェルに作曲を、 エミール・モレンハウアーにバイオリンを指示。卒業後は実業界に進んだが、1900年にギュスター・ブ・シャルパンティエの歌劇ルイーズの上演に接して音楽界に復帰し、とりわけアメリカの民謡や大衆音楽に興味を示すようになった。フィールドワークで覚えた音楽を編曲した黒人風のエピソードは、1896年にニューヨークで上演され、 1905年には、ミンストレルの3つの戦律に基づく、還元楽組曲、アメリカ風を完成させた。ギルバートは、民族音楽への関心から、アメリカの黒人音楽へと引き込まれ、出世作である1910年の還元楽曲、黒人の主題による喜劇序曲も、黒人の民謡を用いたことで、最初の大成功となった。次なる、成功作の黒人教師曲も、 やはり還元楽曲である。その後はアメリカ先住民やルジアナのクレオールの民族音楽に基づく作品を手掛けた。三つのアメリカ部曲や二つのエピソード、海への気候はあまり人気がなかった。1922年には映画、船にうちのりうなばらさしての音楽を手掛けている。最大の成功作はクレオールの主題による、表題音楽。 コンゴ広場のダンスである。もともと1908年には完成していたが、指揮者カール・ムックによって、ニガーの音楽としてボストン公演を拒絶されてから、1918年にメトロポリタン歌劇場においてバレエとして上演されるまでの間、演奏されずしまいであった。コンゴ広場のダンスは、1927年7月1日、国際現代音楽祭フランクフルト大会で、 作曲者の隣席のもとに上演されて、賞賛を勝ち得たが、この頃ギルバートは体調が優れず、翌年マサチューセッツ州のケンブリッジに英民した。ギルバートの作品は、作曲者の存命中は概ね歓迎されたが、作曲者の没後間もなく名声は衰え、滅多に演奏されなくなった。ありがとうございます。